ZOZO マリンスタジアムには大観衆が詰めかけています。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。まあとにかくイニングの先頭バッターを出さないようにして序盤の展開をコントロールしたいですよね。なるほど、序盤コントロールできるのはどちらでしょうか。これから6回ライオンズの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。坂本がマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。これから6回ライオンズは代打を送ります。バッターは栗山。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは薄いで対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。空振り、はい、さあ2球目は何か。これで追い込みました。次が3球目ボールになります。内に持ってきました。変化球空振り、ワンアウトです。打順は4番佐藤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトランナーなし。次が2球目ワンボールワンストライクになっています。これもアウトコース厳しいところですがボール先行です。強気に攻めて空振り、ライト方向を流しました。これはどうか、セカンド取る、アウト、ツーアウト。バッターボックスには代打の炭谷。赤星さん、ここはベンチが一気に動いてきましたね。そうですね、もうどんどん攻めていかないといけませんよね。そうですね。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。打ちました、ピッチャーゴロ、取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジ。里崎さん、ここから終盤です。両チームのピッチャー陣には踏ん張ってもらいたいところですよね。まあそうですね、僅差のゲームになってますんでね、とにかく無駄な失点は避けたいですよね。はい、そういったところ避けることができるか注目です。今度も見送りましたが、これはボールです。平行カウント、改めてここからが仕切り直しです。見逃し三振、まず一つアウトを取りました。バッターは7番の本山、前の打席はフォアボールでした。先頭バッターの外崎は三振、まずはワンアウト。坂本、厳しいコースを攻めてこれで追い込みます。今度も見送りましたが、これはボールです。見逃して三振になります。いいですね、丁寧に低めに投げてますよね。いや素晴らしいですね。三振でツーアウトを取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打ちました、取った、ヒットが出ました、ツーアウト。さあここでライオンズ代走を送ります。ファーストランナーは山野辺、長打でランナーが帰れば同点です。さあこの終盤一塁には同点のランナーです。バッターボックス、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、二塁タッチアウト、盗塁失敗。千葉ロッテマリーンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。
里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中見事勝利を収めています。勝ったマリーンズ、接戦をものにしました。一方のライオンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが見事勝利を収めています。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。